ジャン作アプリなら現在地から近いジャン荘をサクッと検索。ジャン作アプリなら雀荘求人情報もサクッと検索。雀荘アプリなら各種大会の割引クーポンもあり。雀荘アプリは Android、iPhone で配信中。皆さんお待たせいたしました、麻雀連合の関西月例会決勝戦2班チャン目をスタートしたいと思います。今回の解説は地のツアーと田村ツアーに来ていただいております、はい、よろしくお願いいたします。さあということで対局室の方実はスタンバイが完了していますので早速対局を始めていただきまして、はい、あ、もう画面変わりましたね。対局始めていただきまして、その間にですね始めていただきながら私ポイントを発表していきたいと思います。あ、ポイント書いてないポイントの完備もらうの忘れた。はい、まあ、そのうち来るでしょう。じゃあポイントはですね上に上コメントで出していただきたいと思いますので矢子さんお願いします。ということで2班チャン目スタートしております。はい、ちーちゃから紹介していきます。ちーちゃに松井、なんちゃに加藤、シャーちゃ、高井、ペーちゃ、山本となっております。あ、ポイントはですね今展望の展望表示の名前の上に打っていただいてますね。山本ツアーがトップで 31.4 ポイント持っております。結構大きなトップでしたね。そうですね、丸い全員マイナスですね。あ、そうですね、丸 A トップというやつです、はい、さあドラはイーマンになりました。高井はトップが欲しいですねこれね、やっぱり。そうですね、もうそうですね、先ほどナスの高井暴れをか言ってました。暴れてもらいたいですね。また山本くんがすごくいい。すごくいいですか。はい、まあ、加藤さんもこれいいですよね。うん、そうですね、これで頭ができて、うん、いいですね。タインヤを、あ、じゃあでもドラがイーマンだ、困った。高井も悪くはないですね。ハツがあんこでしたか。よくありま、これみんな手が良くないですか。松井さんは一番悪い。松井さんが仕掛けていきます、ね、はい、白を交していきます。松井親番ですからね、あら、まあ、いいシャンテン。はい、加藤さんがいいシャンテン、高井も行って進みました。さあパーソーに声がかかる。パーソーポンしたのは親の松井です。3シャンテンだ、2つ泣いて、テンパイ、テンパイですよね。テンパイ、はい、なんと加藤さんがテンパイですか。完了は、はい、ここもいいシャンテン。はい、山本いいシャンテン、リッチせずようやくやんシャンテン。でも松井さんこれ9ピンポンって言うんでしょ。お、これタンヤオ、あ、タンヤオだ。さあドラを切ってスーチンマンのテンパイです。加藤さん、まあローあたり引いてイペイコの可能性ができてからリーチっていきたいところですよね。なるほど、さあ山本イペイコができた。こちらはリーチに行きます。リーチピンフイペイコの6球満待ち。あ、ドラもある。リーチピンフイペイコドラ1、はい、7700か20004000か。これは松井さんいきなりピンチ、これいきますか。パビンは、まあ、宣言杯の筋、はい、追っかけリーチはいかない、はい、さあリーチがなければ打っていたかもしれない。チーマン降りる。松井仕掛けていきます。換算マンを地位していいシャンテン、いいシャンテン、シャンテン。松井も先ほど3着ですからね、親大事って感じですか。そうですね。あ、そう、積もりました。リーチピン打つもイペコドラ1。これは20004000の積も上がりです。先ほどトップの山本がトン1局に加点です。今日なんか違うね、山本。そうですね、すごいですね。いつもと違う。あとさ、いつもの山本くん知らないかもしれないですけど。でもなんかね、配信で一回、あ、実況したことがあります。なるほど、山本くん。いつもどんな感じなんですか。いつもはですね、今のはダマテンですね。いつもですか。いつもだとダマテンです。あ、そうですか。ピンフィーペコ第一はダマテンじゃないですかね。そうですか。いや、1回戦でしょ。1回戦勝ってるから、ね。あ、1回戦勝ってる。あ、なるほど。昨日の最強戦予選ね、3連勝して勝って、あ、山本さんね、山本ツアー、なんか自信を深めたかもしれないですね。まあ、それはあるかもしれないですね。で、きっちりそれに手が入ったと、うん、この曲、うんうんうん、さあ、トン2曲、親番は高井に移ります。ドラはウーマン。高井もこの曲のね、親大事にしたいですよね。もうこれでね、さっきトップの山本くんがこれで3万8000ですからね、うん、もう是が非でも、もう自分もうトップ取るしかないんで、みんな、はい。さて、ドラはウーマン。
とまず山本は3着以下には最低沈めたかったんですけどね、これだとね2戦4戦2のスタートですもんね。これだと3着残したらちょっと無理なんで、もう自身のトップしかないですよね、みんな。直撃狙いの玉見逃しとかまだないんですか、やっぱり。まだないかな、2回すどん。あとね、呼吸さえ合えば、はい、あのなんていうんですかね、叩き合いの勝負に持ってってしまうっていう方法があるんですけど、ね、叩き合い、あのドラでも何でもバンバン切ってって、はいはいはい、打点を高く高くこう、はい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 、ね、お互い持っていくみたいな。ああ、なるほど。でリーチリーチリーチと山本ツアー挟んでいくみたいな。そうですね、リーチと仕掛けで挟み撃ちみたいな。 31.4 って結構大きいですからね、これね、うん、実際にアドバンテージ、はい。さあ加藤さん、黙ってになりますね、はい、カンローマンの逆なし、うん、はい、ドライチなのですが、リーチには行きませんでした。これなんでリーチも面白いですけどね。そうですね、ただやっぱりもう打点が欲しい、もうローマン、ローソーあたり引いて単4にしてからリーチっていうイメージはあるかもしれません。ツイペーコーの手代わりもあります、ね、手代わりもあるし、まあスマホ引いてのピンフでもいいし、ドラそのもの引きましょう。じゃあそれも、それもありですね。そうなったら逆にまたダマ点かもしれないですけど、ドラツマの3900オールもあるし、それこそイーペーコドラドの手がある。イーペーコ買えるはリーチかな。これで、はい、これでリーチに行きました。リーチイーペーコドライチのリーチです。もう3900オール上がりたいっていうことですよね、うん、それはもう1回戦トップの山本ツアーがもう漫画上がっちゃったからっていうことですよね。そっか、親番ですね、加藤さん、ごめんなさい、はい、さあこのカンローマン残り枚数数えちゃいますか。ドキドキしながら見ますか。数えましたね、今そうですね、残り2枚ですね。それを多分言われた瞬間に数えちゃいます残り2枚です。さあ、そういうプロはそう、こっちでもイペコ、どっちでもイペコになってますね。そもそもローソンを引いたんですね。本当ですね、どっちでもイペコになるし、単用にもなる。あげく数万またりまあ、親にはね、打てないですね。打てないですよね。打てないし、行く必要もないですよね、誰も。積もって削ってもらって、さらに上に行こうみたいな感じで。一人上に行ってくれたら、まあ、山本さんの着順を1個下げれるっていうことですよね。で、自分の相番でまた、私も積もるからね、みたいな。どうせトップ取らなきゃダメなんだから、まあ、一人の山本さんの上に行ってくれると助かるので。まあ、唯一行く理由があるとすれば、山本さんを追い落としたいっていうことはありますけど。まあ、かといって、うんうん、いける手じゃないんで、100万があと1枚。俺のローマを加藤さんにあげる。なんか加藤さんすごいですよ、ダイヤにも変わるし、今ドラそのものも引いてきましたね。チー、うん、ピンでもいいペーコになってるし、チーチョイスでもよかった。何でもいける。あとはローマを積もれば。ただここ、はい、形式転売とか取れるとみんな大きいですよね。そんなことはでも結構厳しいか。松井さんぐらいですかね。松井さんぐらい、はい、ただ取れるに越したことはないんですが、もう縦長のポイント状況になったんで、なんかもうそんなこと、うん、細かい点数よりもっていう感じはしますけどね。あ、まあ、もちろん取れるに越したことはないんで、はい、狙いたいですが。さて、あ、ここにドラ、むむ、これはもうじゃあ残り1枚のローマを加藤さんが、さあここに来てしまった、来てしまいました。流局ですね、はい。やっぱ悲しいから数えるのやめますよ、今度から流局ですねってなっちゃうから。最近数えない方がやっぱり流行りなんですかね。え、そうなんですか。いやいや、なんか押田さんとかね、数えないですよ、なんかね。あ、そうなんですね、やっぱドキドキしたいから。いや、多分数えてるんですけど発表しないみたいですね、なんかね。へえ。じゃあ、5枚目のローマン、ま、誰かが届けて5枚目のローマン来るさあ、ただ別にここで全員脳天で1000オール、まあ、それはそれで、まあそれはそれで仕方、まあ、した仕方ないけど、連チャンしてちょっと点ももらえてっていう感じですよ、うんうんうん。さあ残り積もは、さあこれが背景ですね、半茶の高い、これが背景です。まあまあ、空積もったら大騒ぎですよ。そう、高い、これ安牌が、安牌はありますか。なかったですね、今の切り方。なかったですね、はい。さあ、中筋のような嘘を切って流局いたしました、うん、加藤の一人転売で流局
トンの2曲その2になります。京卓にリーチ棒が1本です。こういう展開になりがちなんで、親は結構リーチ打ちやすいですよね。もう誰も行く理由がなくなってくるので。あ、なるほど。そうですね、まあ、しかも打点稼がなきゃいけなくなってますからね、はい、そうなんですよ、うんうんうん、だから、まあ、来るとしたら本物ですよね。本物ですね、そうですね、はい、さあドラは3層になりました、はい、もう中途半端な人だったらこういう感じで降りてくれるんで、うんうん、とりあえずリーチ、とりあえずリーチで長引く展開にもなるかもっていう感じですね。お父さんの手、これなんか面白いですね。チーピンがここでバーマントイツ、ピントイツ、ポンイツ、トイトイ、チートイ、高井がなんか行きましたかな。高井さんが良かった。うん、平ちゃんも松井さん、なんか松井さん今日手が悪いんですけど、なんか全体的に松井さんは手が悪いんですかね。高井さんがいいですね。いいが打点が欲しいのですっていうことですよね。はい、つもぎりました。本一なり東京いなりにしたいと。今日はね、実はね、松井さんね、ちょっと展開的にはきつくなるかもしれないですね、これね、やっぱりね。どういう感じですか？一緒に動いてくれる人があんまりいないんでね。あ、そうですね、みんな、うん、まあ、割と重ため、みんな割と面前タイプですね、うんうんうん、はい、で仕掛けもポン点チー点、もしくはポンして形がいいとかね、なんか、はいはいはい、そういうタイプが多いんで、はいはい、あの泣きを入れて牽制を入れるタイプが多分松井、まあ、ぐらいですよね、ぐらいですよね、うんうんうん、さあもう完全に本一ムード。高いドラは3層ですか？ドラは3層です、はい、誰も持ってないんだ。加藤さんはドラの3層受けがあります。20枚に行ったことを話してるんですね。そう、ウーピン1枚、まあ、ほぐしていくっていう感じです。あんまり立っては見ないんですね、うん、そうですね、まあ、親なんで連チャン重視っていう感じですか。レオワン取ったってことは3、まあ、3色は見てる、3色は見てるでしょうね、はい、ここで1通の可能性もあると。お、立て、トイトイ模様、チートイティシャンテン、うん、さあどっから仕掛けるかですが、チューンは泣くでしょう。チーソー、スーマン、キューマン、スーマン、キューマン泣くでしょう。チーソーだけちょっと見みようか。あ、ですね、スーマン、キューマン泣いて本一の可能性も一応残しておきたい。パスを切ってシャンを重ねる猶予ぐらいは置いておきたいですよね、うん、あ、チートイツになっちゃった。チートイツ転敗、いっちゃおうか、いっちゃいますか。シャー、いっちゃいますか。リーチに行きました、はい、シャー短期でリーチ、リーチ、チートイツ、シャアは場に1枚、山本が1枚切っています。残りはすべて山じゃない、松井さんが持ってるじゃないの。打っちゃうね。うん、まあ出ますね。さあこれは高いの誰よりリーチティーと3200点の上がりです。もう気持ちの上では見逃したいぐらいですけどね。もうただで、うん、出てしまったものは仕方がない。うん、積もった方がだいぶ美味しいですからね。リズムチートイツ OK ですもんね、はい、し、まあ、山本ツアー以外からはちょっと上がりたくないけど仕方ないですよね。はい、出ちゃったものは。松井さんもね、場に1枚切れてて、シャア自分がこいつですもんね。そう、チータイもあるかもだけどですよね。うん、松井さん大丈夫かな。いや、もう早くも、あんまり大丈夫じゃないですよね。早くもピンチです。さあトン3曲となりました。親番は高いになります。ドラはチーマンです。1回戦もですけど、山本ツアーにとって都合のいい展開がどんどん残ってる。そうですね、うんうんうん、やっぱトンパツに2000、4000積もれたのめちゃくちゃ大きいですね。めちゃくちゃ、そのめちゃくちゃ大きいですよ。こっからみんながどう山本ツアーを沈めようかと考えているところでポーンと漫画ですからね。ですね。さて加藤さんはドラのチームを1枚メンツで使っています。ドラがチーマンなのでちょっと9万はまだですか、はい、マックス狙い2ペイコーもつけたいし、玉点で2000ランクまでありますからね、うん、ドラ引いたら玉点でね、積もって満貫ならそうですね、黙って山本ツアー直撃を狙うとかもできるんですかね。そうですね。呪われる山本ツアーですが、初がトイツ、ああいう初は動いていくんですか、ポンしていくんですか。ちょっと遠い気はしますが、どうですかね、まあ、してもおかしくないですけど、他に安全牌が作れそうならいいんじゃないですかね、はい、急走あたりが乗ってるんで、泣いてもおかしくはないですね、うんうんうん、
急走は2人ほぼ安牌で1人だけですよね。急走切ってて1人ローソー切ってるんで、うんうん、まあ仕掛けてもおかしくないですね。坂田さんチームも今起きましたね。縦の意識ですよね。あ、はローソー切ったのか。おお、まあ、手というかいい班作りに行くっていう感じですか。加藤さんですか。はい、これ加藤さんは、ね、先ほどリャンピンを、うん、リャンピン数ピンと、はい、じゃあ縦ってことですか。縦ってことですね、はい、おお、初が半分になった山本。これで仕掛けやすいな。仕掛けやすいですね。さあ、松井さんも E3 点、どんどんいい形になっています。パーソンアンコンしました。まあこうですね、こうなったら仕掛けやすいですからね。そうですね。さあ、これで山本は E3 点です。おお、ドロー引いた。引いた。加藤さん、ドロー引きました。三層かチューンか、どうしたらいいの。どっちかですよね。三層行きましたね。チートイツ意識、トイトイ意識。いや、まあ、ドラドラだからリッチでいいんじゃないですか。まあ、全部意識でいいですよ。すべてにおいて、全てを、まあ、これこうなったらリーチなんで、まあ、嘘かチューンですよね。嘘ですか。はい、やっぱチューンを絞りたいですね。まあ、別に絞ってる方なんですね。絞ってる方だと思います。まあ、両方ですよ。あ、さあ、これで山本電波が入った。6万待ちです。おー、テンパった。さあ、リーチかな。どっちを切ってリーチしましょうか。ハーピンのチョイス、まあ、仕掛けに安全そうな入っていくとかな、うん、ウーパーその方が怖いと。なるほど、難しい、難しいですね。さあ、松井がリーチに行きました。リーチ、タンヤをドラも1枚あります。はい、積もりたいですね。はい、ウーパーは待ち。ヤモツアーが降りるか押すかですよ、ここ。トムは兄1枚。子供のリーチだから逆に降りやすいみたいな感じもありますけど、ね、ああ、まあ積もってくれても局が進むから。そうですね。し、ただまあこの手だから押すよっていう可能性もあるし、どうするか。数万押しました。バチコーンですね、これ。そうですね、もうお、加藤さん、これどうしたらいいですか。いいですね、まあチューンかパーワン。あー、そうだ、回る。はい、回ると。回る。山本さんの推しが見えましたからね。もうさすがにここから3人目でぶっ込んでいくっていうのはなかなか。松井さんに任せたよってことですか。はい、でもこれローソムス払うとね、マンズになっちゃうんですよ、全部。そう、いいじゃないですか。それはそれでいいじゃないですか。そうです、そういうこと、そういうことです。名本メンチになったらいいんですよね。はい、まあ、その頃には山本さん降りてるかもしれないんで、そしたら1対1対1じゃなくて1対1になるかもしれないし。なるほど。さあ、マンズ引いて。さあ、そしてお部屋の高井さんなんですが、一人空気ですね。そうですね、今日はなんか全体的に悪いですね。最初だけは良かったんですけどね。うん、そう、さあ、今Cしました。Cした。はい、目指す嘘を押す。まあ、ドラドラですからね。はい、まあ、そこが厳しくなりましたね。はい、まあ、勝負手ですからね。はい、チンツイシャンテンですね。テンパッターチュンぐらいいきますよと。そしてここでチュンが通 る, 通るというか押すんだ。すげえ、チュン押しました。はい、行くね。さて、ローピン、まあ、とりあえずチュンですか。ローピンはか、まあ、松井の現物なんですね。ですが、ダンチュン、はい、まあ、山本さんにも通りそうですけどね。3ピンポン9ピンだ。9ピンしてるし、まあ、テンパったら行くよって感じですね。はい、まあ、これでさあ、マンズ引け。三層通りそう。これどっちもどっちも通りそうなんで、どっちか。はい、そう。さて、これね、ローキューマンもパーマンも結構薄いんですよね、両方ともね。お父さんが、まあ、トン。トンか。いらない。お、お、粘る。相場の高い。三層両面にチーします。こっから粘る。粘るというか、回転ずらしですか。でもないな。山本さん、逆に山本さんに履いて持ってったのか。ああ、なるほど、履いてで降りろよってことですね。っていう感じもあるかもしれないですね。テンパった。テンパった。貫禄。テンパってますね。貫禄。さあ、ただ、試合はつかまず。押し切った。はい。頑張ったな。うん、頑張りましたね。はい、山本、松井、加藤の3人テンパイ。親の高い以外の点で親が流れてしまいます。山本くんの気合いの表れですよね。あ、これ。ほんまや、うまく言い流しましたね。本当だね。おお。
高いの地位で松井さんが馬積もってましたね。なるほど、どっちがいいんですかね、高井君にとって4, 微妙ですね。3900点か、まあ、4000点ってほぼ変わらないけど、もう松井さんの点を持ってくれることは嬉しいんで、嬉しいんでね、食い流したのがいい、いいのかどうか微妙で、難しいですね。でも最低で危機配つかませて降りろよってやりたかったって、もしか配点で補充してくれてもそれはそれでよし、うん、ただ配点に積もられるリスクもあるから難しいところなんですよ。あ、確かにそうですね。あら、またまたいいよ。はい、佐藤4局親番は山本ツアーです。ドラはスーピンめっちゃハイパーいいという噂がありますが、加藤さんも悪くないですよ。はい、加藤さんも悪くない。トンガドイツで高井さん、まあまあ、まあまあ、山本さんのハイパイが映りません。まずまずいい、いいですね。結構いいです、結構いいですね。さあ、これでドラドラ、加藤さんもいいですね。3ピン切っちゃうか、パーピンか、チュンか、スーピン。高井はちょっとまだですね。あ、イーシャンテン、松井さんもちょっと苦しいですね、今日ね。お、苦しいですね。うん、チュンも統一になりました。これどうします？これ3ピン、3ピンか、裾あたりか、両方トン、チュンはどちらも勝敗、一応4統一なんで、シー統一見たいけどしたくもないし、難しいところ、おろそちそう。これはピンズのイペコまでも考えてるんじゃないですか。3ピン入った時でもウピンウピンで使えるし、うん、なるほど。ローソチーソー切って遊び範囲もう1枚持てるんで、うんうんうん、3ピン切っちゃったらもうここで何も触れなくなっちゃうんで、先にっていうことですよね。ああ、なるほど。さあ、チューンが出ました。はい、チューンをポンしていきます。ここでおースーソーだ、渋い、ね、ヤウソー取りに来ましたね。ヤウソーの街をぼかしに行ったってことですね。まあ、そろそろ3品かなっていう、次あたりは。ただ、はい、初さあ、ここで迷む。3品切るかどうかが、チーソーにしましたか。まあ、まんずい見せかけるイメージもあるんですよね、これ。あ、山本ポンさあ、山本がこのチーソーポンして、スチピンのテンパ入れました。高めの数品がドラ。高井は一通も見えるし、マンズまで見えますね。はい、さあ、さあ、これでさすがに三品。あ、いや、ほー、本結局、本結局そうなんだ。ドラ固定しないんですね。2000点になっちゃいますよ、だってそう、これでマンズだ。さあ、今ボンだ、うん、あ、これいい動きですね。もうやっぱり勝負出ないとね、はい、そうですね、うん、上がれるか上がれないか別にしてね、うん、高い手を上がれ、パワーもポンしちゃっていいんじゃないですか、これ。はい、パーマンボン、カンパワン。さあ、高い、カンパーマンの転売、この瞬間のパーマン取れますからね。そうなんですよね、しかも手が割りますからね。手が割りますね。ナイス転売です。単純にそうですね、9万ぐらいで押しますもんね。そうですね。さあ、これでどうしましょう。これ 4万ですね。なるほど、4万9万3本、今9万が通ったのか。そうです、そういうことですね。あ、しかし1万押す、押す、頑張る。まあ、パワーポンだからちょっと当たりづらい。そうですね。さあ、これもう1枚の9万、これ今ひょこっと、そうですね、今すぐには止まんないですよ、この9万、うん。さあ、なるほど、このローマンはさすがに、6万、そろそろさすがになるか。なるほど、ね、ここで1500点加点してもね。さあ、これで進み切るってことですか。なるほど、なるほど。いや、本当に連打されたくないってことだったんですよね。うん、2000点。さあ、運送が高いから出ました。チュンドラ1、2000点。ここだけは絶対上がらせたくないと、打点よりも上がりやすさ、なるほど、っていうことなんですね。さあ、難入いたしました。僕も3匹っていうか、あれチーできないですね。リャンピン、まあ、僕も3匹切ってますね。ね、マンズに見せかけるからとりあえずっていう感じですもんね。うん、さあ、親番は松井、再び松井になります。ドラは初。さあ、山本君にとっては1回戦2着の加藤さんが浮上してきたのは悪いお知らせ。はい、
加藤さんここでトップにさえなっていれば最終戦着任勝負ぐらいまで持っていけるので。そうですよね。うわドラが初で加藤さんにドラが統一ですよ、まあ、これ何もダブ何も統一一品もちゃんと他に頭もある。いや素晴らしい。ただどっから仕掛けるか、加藤さんはEピンからはなかなか仕掛けるタイプじゃない。いや、青江の松さんに、あ全然行ってもいいんですが、タイプ的に仕掛けないかなっていう感じですよ。1枚目のEピンは仕掛けないかもしれないですね。そうですね。まあ、なんと発音が出てくる可能性がぐっと減っちゃいますからね。松井さんはこれちょっとあれですね、ほんと空気ですね今日。でもねちょっと手はねハイパーよりはだいぶ整ってきました。ドラの発が見てますけど、うん、なそうなんですよそこが大事ですよ、そこが大事なんですお縦しかもこれは松井あれですね、正直これラストチャンスに近いんで、はい、そうなんですよ。だから初キッチャーはザルを追 追えなくなるんで、うん、次とそう1ピンのポンから入りました。入った、はい、入った。初切りづらいから逆に逆に次初切るかもしれない、うん、どうせ初もダブなんもねすぐ出るわけじゃないから。あでもかここで松井さん先に初切っちゃう可能性もなくはないんですよね、すぐにもう先に正体を判明させたいみたいな、今ロンはないでしょ。そういうことです。ってことですか。まあどうするか、絶対上がりたいから絞る、逆に絞るかな。あどっちなんでしょう。ちょっと松井さんに注目ですね、ま、次ですよね。あ入った。おまだ切らない。でもいい形ですね。そうですね、いい形になってきて上がれそうなんでも逆に左右に絞っておくってことですよね。やばい、初が当たりがちますよ。イーシャンテンです。加藤さんイーシャンテン、ヤンソンもポンしますよね。最後元はダグナは切らない。松井さんの場合はもう積もられても振り込みはそうどっちにしろ割と終わっちゃうので、あ当たりになっちゃった。当たりになりました。加藤初とナンのシャンポンで転売です。山本君のナンもこれ危ないんじゃないかな。山本さんね、さっき自順ナン置いたんで切らないんじゃないですかね。切らないですかね、はい。ただまだ分かんないですね、加藤さんの転売気配って。しかも松井さんあれ高め3色とかの転売になりそうなんですよ。返品3色みたいな。男も次入っちゃったら打つ可能性もなくはないが、いやもう山本さんは切らないですね。偉い加藤さん、まあ2番手ですからね。前回第2位で今回2番手だから、ね、確かに一番打ちたくないことは打ちたくないよね。ちゃんとあの山本ツアーの立場から、そうですね、ちゃんと守ってくれてるんですよ ね、はい、てますね。逆に一番上がらせたくないとも言えるのに難しいですけど、カーンしますか。しません。気配消してます。目出したくない、よりといといをケアされますからね。松井さんに発が重なった助かるってコメント今いただいたんですよ。いやもう重ならないっていうね、はい、今高井が掴んじゃいましたね。掴んじゃいました。高井は出ないでしょう。おそらくあともう一枚の難がどこかにあるんですよね。どうこれ九州場所無理か。これは一応加藤さんのつも上がりはなくなった、ね、なくなりましたが、はい、がですね、がですね。高井は多分打たないと思うんですけどね。これ2つ浮かってるんでね。松井さんの生きる道はチーしてチーしてイワンイワンの携帯のスタンキー、うん、これはどうしますか。打っちゃおう。これでも打たないよ。天敗気配が打っちゃいますよ。はい、初、これは加藤さんの当たり牌です。初、ドナーさん、はい、さすがに最後のチャンスですもん、本当に。そうなんですよね、この回ね、はい、挽回しとかないとね、きつかったんで仕方ないですね。はい、もう仕方ないです、うん。さあ、そして今の上がりで加藤さんがトップ目に浮上しました。何2局加藤さんの前番です。逆にチーの材料とか出てきたらなんかもう初短期でいいやっていう感じで今落ちてたんですけど、面前で入っちゃったらもう出ちゃいますよね。ドラは数万になりました。さあ、そして上がった加藤さんが映っております。さあ、これで、はい、もう優勝争いという意味では2人に絞られつつありますね。ありますね。さあ、山本ツアー手が良さそう。松井さん、これスワンコ、ほら、スワンコ、スワンコ、第三元、はい、第三元。加藤さんは第三元、第三元はない、はい、なかった。松井さんのやることはもう3着ぐらいに上がってあとは山本さんを引きずり下ろすみたいな、まあ、引きずり下ろすというかもう最悪まくれなくてももう、まあ、2人を並べておいて、まあ、1位とのポイント差をっていうぐらいですよね。そう、さあ山本ツアーもこれでうかうかできなくなってきたの で、 そうです、ね、この矢は流したい。甘露草、
これペンチーマ払って単葉とかもいけそうですね。もういけますね。そう、縦に北道数暗交換。松井さんは、うん、とりあえずドラ引きますか。松井さんドラ引きましょう。まあ引いたらね、チートやつも、うん、はい、リーチが打てると。都会は初落としましたね。単品に向かいましたね。単品に向かいました。じゃん、加藤さんここでパーマーを切る。都会は初落とし、落とし、して単品狙い。そうですね。9ピンは切りました。はい、単葉ですね、いつより。おお、横に横に。ここでパーマンは奥打ちといてますね。おい、お、どうします、先行っちゃいます。先に打っちゃった。はい、ドラを切りました。泣きたくはない、泣きたくはないが、いつ妥協するかですよね。1枚目はまだ妥協、まだ今は妥協できますよね。妥協というか泣かないですよね。1個泣いても積もれば2400ですもんね、はい、これなんですよね。これ転売しました。一応リーチなら万願積もはできるんです。100インペークも積もって1326はまあギリギリ上がっちゃうかなっていうところですけどね。出上がりはしないかも、うんうんうん、ですよね。まあ多分しないんじゃないですか、出上がりは。山本ツアーからなら上がるとか、それもでも微妙ですね。いや微妙、3200ならはちょっとまだ少ないよねっていう。64なら上がるけどみたいな、そんなぐらいですよね。まあ上がりたくないな。積もっちゃった。積もっちゃった。どうします？これでもじゃあ残ってそうな統一を選ぶのかな。もう完全に残ってなさそうな統一。積もりそうなモーションしてないですからね。外す？何を切る？五か六かどっちかでしょうね。正解を言うと、ウーマンがもう手の中に2枚使われてるんですけど。ですが、形的にウーピン切りたいな。そんなこと言われても困っちゃいますよね。僕ならウーピン選んじゃうかな。あ、そうですか。どうなんだろうな。ウーピンだ。ウーピン選んじゃいますよね、これ。ウーピンだと休め結構多くなっちゃう。まあ、逆にもうそれでだってリーチで積もったらもう仕方ないみたいな考えもあります。さあここで親の加藤さんからリーチが入りました。リーチピンフドラ1のサブローワン待ちです。もう次ウーピン積もったら積もっちゃいましょうか。やむを得ないですね。もうそうですね、やむを得なくないですか。押します。サブローワン、これ加藤さんも上がりたいな、ほんで。山本くんもぶつけるか。さすがに、ね、さすがに無理。ね、ローマンは無理ですね。いた。あは現物か。はい。現物。でもこのまま終われば天敗で開けでちょっと収入で曲は進まない。はい。高井は三層。高井もだね。可能性あります、ね。あります。まあ無理ですね、山本くんは。はい。いいピンは現物。サブローマン、そう、これはね、最終戦の一つ前です。いった単葉ピンフのリーチ、高めドラ、はい、スチーマンで高井が追いかけリーチをかけました、うん、もうウーピン積もりましょう、さすがに。次は4万これはフリテンリーチしない、さすがに無理か。しました。うん、まあ、ウーピン1回取ればね、パーピンでまた待ち替えができる。まあ、スーチーマン積もんでもいいですからね。スーワンなら万願、チーワンでも1326。さてトントン、加藤さんのサブローマン、ローマンがなくて3万が残り2枚、ドラヒョンの方が2枚、はい、スーチーマンは1、2、3、4、5、え、スーマンがないんですね。7万だけ、チーマンが1枚、だけ1枚、さあ来ます。1枚切れ、いた。松井さんもだからチーマンしかないですね、今はね。そういうことですね。そうですね。いえ、まあ、いやいや積もるしかないんですけど、チー相当きましたね。じゃん。さあ、最終積もこれが入って、はい、嘘。さあ、3人転売となりました。松井、加藤、高井の3人転売です。山本、一人の電、はい、まあ、加藤さんも上がれなかったけど、まあまあ、これなら良くかっていう感じですよね。うん、
でも流局かなんかもう勝負点が熱かったですね、この曲。そうですね、はい、松井さん上がらなかったのがこういう展開を、うん、ミスバー作ってくれました。山本ツアーだけが失点、岡さんが加点ですね、はい、山本ツアーも高井さん上がって高井さん上がってっていう感じでしたけど、うん、さあ何2曲その2となります。京卓にリーチ棒が2本、はい、親番は加藤ドラオリアンソーです。徐々に徐々に点差が開いていくと。うん、そう、松井さんね、親番が何曲で終わっちゃったんです。終わっちゃいましたか。なんか天敗量ぐらいでじわじわとじわじわとね、4つ差ぐらいには近づいていきたいですけど、うん、あと2万点、まあ万願つも万願つもでまくれるわけですか。2万点差っていうのは、はい、リボーあるんで。さあ松井さん手が悪くなかったです。はい、なんでもひたすら万つもリーチ打ちたいですよね、うん、はい。山本君もここは蹴れるかどうかですね、はい、まあ、このまま、ね、加藤さんがトップでもね、統一、うん、簡単にいてくれるよね。そうそう、まあそうなんですけどね、はい、まあ、ね、理想はね、はい、ただまあイメージしておくことは大事なんで、やっぱり、うん、何も考えないよりはその辺をイメージしながら打つしかないんですよ。はい、で山本ツアーこのチュンとかは泣いてもちょっと形が悪いです。ちょっと形が悪すぎます。強打に2本あって上がりたいけどもどうしようかな。まあでもやっぱり泣こうかなみたいな、そんなぐらいじゃないですか。強打から入ってもいいんだけど、はい、そうですね、まあ、それも逆に面白いですよね、うん、さあまあそろそろ泣きましょうか。こうなると官老総チートチュンポンぐらいはしましょうかっていう。チュンポンしたと逆にちょっと怖いですよね、ちょっとこれ感じが。確かにブクブクでブクブクですね。ただ、ま、チュンポンしてゼロメンツみたいなちょっと怖い感じですね。さあしますか。怖いけどもそれだけの メリットが落ちてるんで、京卓とさらに加藤さんの親を蹴れる、ね、親蹴れるの大きいんでっていうのがあるんで、コアゴアでもしておきたいというところですよね。はい、そして松井高井の手がじわじわと進んでいますよ。そう、さあじゃあ高井さん、お高井いいシャンテンドラガリアンソー、そうですね、はい、まあここで小さそう、お三色だ。トンはションパイ、パスを山本さんのトータル 31.4 ですよ。まあもうウピノピですか、これ。まあまあウピノピですね、打点見ないとね。メンホン、メンホン違うな、それはさすがにやりすぎた。あ、まあどっちにしてもそうです、うん、その可能性もなくはないんで、バランスのウピノピもありなんですが考えてる。急速パスを切るのかな、急速パスにしましたね。ちょっと形悪すぎるかってことですか。イソが3枚飛んでますっていうことですか。普通にはなりにくい。まあ、まだ親があるんでって、ドラ親があるんでっていうことですか、うん、まだ上がりやすいようにドラ1あるし、はい、やっぱ親がある人ない人で切羽詰まり具合はちょっと違いますよね、うん、そうですね。さあ、さあ松井さんは順々にドラの両層を切っていますね。そうですね、はい、さあ加藤さんはなんか縦なのか横なのか難しい、難しいですね、はい、相撲と捨て牌になってます。焦りますね。まあ自分がリャンシャンテンですもんね、加藤さんね。加藤さんそうなんですよね。でもすでに山本ツアーの仕掛けが入ってて、テンパっててもおかしくないっていう感じもしてるんで。そうですね、まあ、でしかも松井も最低シャンテンですからね、はい、さあこれ転売、まあ、リッチしないから最低シャンテンなんですけどね、はい、さあ山本ツアーで大きな転売です。か納得のいかない転売がどっちかってことですよね、うん、ああ松井さんですね、はい、松井さんはローソー引きたいですね。そうですね、松井さんね、めっちゃ手がいいんですよ、これローソー引いたら。ああ。さあ、もう加藤さんもうやめるか、さすがに。もうね、トップ目にはなってますもんね。そうですね、はい、もう加藤さんは是が非でもトップなんで、このハンちゃんは、はい、もう並びはもう文句言ってられないんで、うん、し、まあ、どっちでしょう、山本さん3着に落としてもおそらくオーラス、ね、着の勝負は変わんないんで、うんうんうん、逆に山本ツアーはここでトップを取っておきたいんですけど、はい、山本ツアーのリアウピンが割れるか、松井高井が追いつくか。追いつけない。加藤さんも形はなんか定まってますが、リアンシャンテンなんですね、はい、うん、そうなんでしょうね。松井さん、ローゾーかパーマー引いて、引かない。
パらない。テンパらない。高山ドラドラ。冷たー、でかい。あー、これは大きい。財布元ツアーが旬のみ300、500のつま上がりですが、京宅にリーチ棒が2本あります。まあ、さっきの人、伊能店を帰ってきたっていうか、はい、っていう感じですよね。3曲になります。親番は高い、はい、しかもトップもほとんど1900点ぐらい3400か、はい、点加藤さんトップ取るか山本君がトップ取るか全然違いますからね。全然違いますね。着順勝負になるか山本君が大きくリードして最終戦に臨むかっていう。さあドラはリャンマンです。高井さんのハイパイが気になりますね。第1打は、ね、高い悪くはないですね。悪くはない。悪くはない。じゃあドラドリアンワンが浮いちゃってる状態ですかね。これあれですね。今ちょっと松井さんの多分手配カメラが故障しているため今調整中なのですかね。あ、違いますか。切り替わりましたね。そうですね。ちょっと松井さんの手配カメラ死んでますね。はい。今映ってるのは山本ツアー。そうです。その調整中ですか。松井さんの手がわからない。さあこちら親番の高い悪くないんじゃないですか。そう、メンタンピンぐらいまで、はい、そうですね。ドラのリャンワンにどうくっつくか。そうですね。かもうくっつかないなら最悪単葉をつけたい。はい。松井さんの手がわからない。松井さんの手配カメラがちょっと故障中なので今松井さんがスキップになってますが、すいません。もしかしたらものすごい手が入ってるかもしれない。そう、こっちからもね、実況ルームからもですね、捨て牌しか分かりません、はい、ただ、まあ、本一模様ですね。想図がいっぱいになるのか。おそらく想図の本一でしょう。想図の本一に行かざるを得ない感じかもしれませんが、とりあえず打点的に復活しました。まあ想図本一ですね。高井がいいシャンテンですね。白あんこだ、はい、松井さん。さあ次打ちます、はい、こんな感じです。まあ、想図の本一ですね、これ。すごい、はい、結構いい。イメージより良かったもうちょっと無理やり言ってる感じがちょっとしましたけど加藤さんがちょっとあんま良くないですね。みんなね、いきなり役満っぽい。まさかの竜医層だと白暗交通して泣きませんよ竜医層は高井くんが言ってましたね。なんか初め、あ、高井さんが竜医層上がるって言ってましたね。いや、加藤さんですよね、竜医層は。どっちかっていうと確かに初なくてもいいんですよね。はい、はい、大丈夫です。はい、まあ持ってるしね。おお、これは松井さんの手が楽しみです。そうですね。加藤さんはチートイツイーシャンテンになった。ドラワリアンマン、ドラ短期になったらイーシャンも面白いですかね。そう、高いツアードラのリアンマンにくっつきました。パーマはトイツ落としして、イーシャンテン、そして山本ツアーまたも役配が統一ですね。ただこの初が加藤さんがなかなか出ないのかな。パーマンとパーピンね、高井さんちょっと悩んでましたが、ええ、まあおそらくと割と取りやすいマンズの方は多分切ったんじゃないかな。まあピンズ切ってもいいんですかね。松井さんがどうやらいいシャンテンになってましたけど。さあ山本初をポンしていきます。これでいいシャンテ ンテンなかなかに広いシャンテンですね。じゃん、ええ、これ松井さん地層引いたらどうするんですかね。リーチ打ちたいけどもそのこう手がありも、スワンコ手がありまるっていうか酸素がなくなった。お、これでちょっと難しくなりました。まあ、とりあえずリャンピンいますね。頭のないイーシャンテンに受けた、はい、広く親なんで広くリャンワン積もったら最高だよっていう。はい、もう最悪リャンワン単位1でもいいですけどね。単位1でもいいですね。3万だ、はい、3万だ。あ、まあ、さあこれはドラが出ていきますが、うん、リーチ仕方ないけど、まあ4000オールなんで十分、はい、十分ですね。さあどこまで押せるかな。3ピンいけるかな。さすがに2ピンか。いったー、いったー。さやまもとツアー完成。そうですね、もう一気満々ですね。いきましょうか。イスソーサブローソー、イスソーサブローソーで待って。これ本手2人、ドキ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 ですよ。本当ツモバイ、ツモバイ、イスソーはツモバイですね。はい、はい、サンソーは目に見えてないんですね。高いもんパーソー、これ高いパーソーがさあ山本君どこに行くか。この関3万が勝ったら熱いですが、これシャーも一枚切れ押しちゃう、はい、山本君アンパーやるんですか。
山本くんはね、リャンピンがギリ安牌ですか。取ってはないけど。小さな安牌できない。痛い痛い痛い。イーシロ三アンコ縦本。ティーチ白本一。ハネマン。三アンコハネマンです。一番二千点です。わたい。まあ、ワンチャンスだし、ぐさ、ね、ぐさですよね、これ。さあ、まずいプロ、今シート1万2000円です、はい、高いですね、まあ、安牌ならないからってことですか。まあ、しょうがないですね、ワンチャンス、ワンチャンスで。さあ、これで面白くなってきたのではないでしょうか、はい、オーラス。さあ、ただそれでも山本ツアーまだ2着目なんですね。いや、3着目ですね。3着目か。あ、3着目ですね。松井が今の上がりで、2着に浮上しました。これで急にみんなやること増えましたよ、うん、これ松井さんと高井ツアーはもう2着ですよね。2着ですね、はい。まあ、山本君も2着なんですけど、みんな2着。加藤さんはできれば山本君から1300、はい、できればですけど、まあ最悪山本ツアーが2着にならない上がりをしたり。そうですね、松井さんから2000点とか加藤さんは上がらないんですかね、はい、うん、上がりたくないですね。上がりたくないですね。上がってもいいですけど、うん、上がりたくはないですね。まあ見逃す手は十分あります。ありますね。し、まあ座順もいいんで見逃しやすい座順ですよね、松井さんからは。さあ、ドラはウーマン、加藤さん今カンニャンピンが入っていい形。高井が早速チューンをポンしていきます。高井の条件は2着は、までは2着までは2600って2600ですね。ドラが、まあ、山本ラスにして、まあ、3着でも一応やることは残る、ね、残るが500戦と思ったら高井さんは3着ぐらいしか見えないですね、今の感じだと。もう山本君ラスにするっていう方をメリットにしてるんですね。500点積もったら2着じゃないですか。松井さん親って、あれ松井さん親じゃないですよ。あ、親は山本だ、ね、山本だ、ちゃんたですよね、だから。あ、なるほど、じゃあ3900、ちゃんた3色になればいいな。最悪テンパネの700、1300っていうイメージですよね。きついね。どうせ泣かなきゃダメな手なんで、先にチュンポンしてから打点を作るっていう考え方も十分ありだと思います、うん。まあ、ほぼほぼちゃんとはできそうですからね、狙えば、うん、2000点でもやむなしできれば。やむなしぐらいでしょうかね。直撃はしたくないですけどね、山本君ラスにしたいんで、うん、なるべく700、1300がいい。自分がラスになっちゃうとね。まあそうなんですよ、ね、なんで渋々松井さんから、松井さんからも上がるか、うん、山本ツアーテンパりました。スーチーソナリーチリーチピンフ、これは先週リーチに行きました。行きましたが、加藤大丈夫かな。まあいいと思いますけど、うん、加藤さんこれで押せないんで、いや、ま、高井くんはブンブン来ます。松井さんも行きたい、松井さんも行きたいがちょっと手になってない。お、トータルポイントありがとうございます。まだ山本ツアーが 0.2 ポイント加藤さんより上なんですが、他の人にも十分可能性が出てきたんで今で。あ、これ行きたいけどちょっと押せないか、さすがに。加藤さんは大事、加藤さんだけは降りてしまうんですよ ね。あ、さあ高井が掴んでしまいました、はい、リーチピンフ2900の上がりです。高井君はもうこれリーチボディどこまでも行くしかないん で、ね、さあリーチの甲斐があった。さあ山本ツアー連チャンとなります。南4局その2となります。これで、まあ、松井さんは絶対2着なんですが、高井君も2着かな。これは2着狙いですよね。そうですね、さすがにマイナスは稼ぎたくないですもんね、はい、3着になってる余裕もないですからね、うん。まあ、加藤さんとの手差もありますからね、はい、最悪山本君から5200はなくはないか。なるほど、妥協の山本さんを、まあ、ラスには落としての3着は妥協でするかもぐらいですけど、大体2着狙いです、うん。まあ、8000で上がり狙い、8000で上がり2000、4000、1326ですね。1326のつも上げる。今7000点差、今7000点差です。2着まで、はい。さて1326は単品つもはいけそうですね。リーチ、はい、リーチつも、はい、単品つものリーチ、うん。まあ、松井さんがラスになっちゃいますね、はい、やむなしですね。まあやむなしですよね、うん、できればイペコをつけたいですが、やむなしですよね。そう
どね、高井さん手が悪くない。山本さんも今いいとこ入りましたね。いいとこ来ますね今日。松井さんは300、500は足らない。あ、足りるか、足りますね。さあ加藤さん、これはチート率いいシャンテン500差か、なるべく、なる、加藤さんもなるべく山本君から上がりたい。チート率ですね、1500差なんで、はい、喧嘩しないで終わらせましょうね。さあ、ローピンを引いて、これメンツでもいけそうな形になりましたね。上がりやめはありません。加藤さん難しいですね。トップは守りたいけど、で山本君もできれば落としたいしっていう微妙な狭間に、うーん、うかうかしてると山本くんのトップに行っちゃう可能性もあるんで、まあね、一発ね、もう山に出ちゃうとね、はい、あり得るんで、あり得るんで、まあ、ここ自分のトップの方が大事じゃないですかね。大事ですよね。で現状今 そんなにねトータルポイント差がないので、はい、そうですね。理想的には松井さんあたりが上がって3着に落ちてくれることは最高なんですが、はい、現状でまだ着順勝負ぐらいにはなってるんで、 なってます、うん、なってます。まあ、ちょっと離れた着順勝負ぐらいですよね。いや結構着順勝負、ほぼ着順勝負、はい、10ポイントぐらい、10ポイントちょいですよね、うん、はい、なんで着順勝負に近い場面に、まあ、普通にトップ取れば。さあ3ピンを引いて食いたんですかね、これだと。まあローマ先切るか、いいピン、いいピンか、そうですね、なんか加藤さんローマン派なイメージですけどね。バランス結構6ブロック好きですよね、うんうんうん。山本さんはいいシャンテンですが、はい、ペンちゃんがたくさん。さあ、イペコ、ね、アンコッタ、アンコッタリーチしたくないな、したくないけど3層数層かな。まあ、つものみでもいいんで、これは難しい、難しい、多いピン、多いピンだ、うん。まあ、リーブ出したくないですもんね。そういうことですよね、リーチしたくないからっていう、うん、何か役割ならピンフでしょっていう。山本君は降りるかもしれないですけどね、松井さんと高井君は黙ってないですか。はい、黙ってないですよね、うん、松井さんとの差をもう少し広げたら山本さんを捨てるのもありですか。まあありだと思いますよ、うん、ただなんかその頃には加藤さんもちょっと近づいてくるから色気は出てます、うん、やっぱりトップ、そうだな、そうですね、トップ取りに行くでしょうね。なんで結局は手配次第ということになっちゃうんですけど、うん、はあ、なんかペンちゃん、ペンちゃん、ペンちゃん、頭なし、ドラがパーマンなのでペンちゃんは払えないんですよ。テンパった、高め3色、ジニーさんだ。これ数ピン上がれないんですよね。ただ数ピンの1ピンがすごく良さそうなんで、ただ実は上がれないんですか。1ピンは実は加藤さんしか持ってないんで。そうなんですよ、加藤さんが1ピン統一なんでそうそう思わないですよ、こんな世界、はい、見た目良さそうですよね。うでもまさか加藤さんが取りつつは行った。さあ山本リーチに来ました。ペンチはこれは黙りがいがあるな。加藤さんからEピン出ますよこれ。今は現物、これEピン出るんで、はい、Eピンは山本の現物、うん、はい、これは3ピンも現物なんです。そうです、とりあえず、とりあえずとりあえず自分が、はい、自分の手配進行で耐えてるが、いや加藤さん打った方が良かった。ここで、ね、はい、ここで加藤さん打った方がいいですよね、うん、結果的には。なんで早く打っちゃいたい。これは打っちゃいないな。ローマンはさっき通った、ローマン通った、打てない、早く打っちゃいたいんですけど、自分が転敗しても、あー強いね、これは。山本つまりリーズもドライチ2000オールです。2000オールか、はい、強い。知らないところでこんなことが、こんなことが、ローマンさえ通ってなければEピン打てたのにですね。加藤さんの手がもっとバラバラでもいいピンだったんですよね。そうなんですよ、自分のやっぱ上がりみちゃい上がれそうな可能性があるんで、はい、ひょっこり言いそう通ったらテンパイ取れるんですよね。手を崩せないですもんね。崩せないんで、さあ山本の連チャンが続きます、はい、さあこれ今の上がりでも3万5千点トップ目の加藤さん39,500点、まあ振り出しというかさっきの羽間打つ前とほぼ似たような感じになっちゃいましたね。そうですね、ドラーパーピンです。これはまくりにいきたいですね、山本は。山本ツアーですね、はい、4500点差、打てば良さそうな。うわ、これはまだ2人とも2着狙うしかないですよね、2人は。2着というか山本ツアーはまくるしかないんで、まだ。はい。松井さんはマンガンツモ、高井君はハネマンツモですね。ハネマンツモ。そうですね、まくっとかないと50差ですもんね。はい、
もっとか。笑って高井さんは寂しいです。もっとか。松井さんの場合そうですね。亡くなる人がきついですね。ただ加藤さんもいいぞこれ。いいですね。高井くんもいいけど打点が。高井さんの応援コメントが来てますよ高井さん。はい、頑張りましょう。さて、お、今度はピンフですね。最悪高井くんに8戦ぐらい打って3着に落ちてもっていうぐらいの気持ちで多分打ってくれると。そうですね、まあトップに上がるメリットがめちゃくちゃあるんで、ま、松井さんはあまり打ちたくないですけどね。誰です、山本さんですか。高井が3着になったら松井さんがラスになるんで。はい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 、あの一半チャン目のポイント的に、そういう感じで打てたら多分結構追い込めると思うんですけどね。加藤さんはこれね、久々にそれなりにまとまってるんで。ドラ打っちゃいましょうか。そうそう、丁寧。なるほど、ドラのパーピンはまだ打ちません。はい、丁寧です。さあ山本、これで、あ、加藤さんが欲しい1ピンが着々と進んでおります。トップ争い2人の手がいいですね。本当です。リャンマンはいりません。ハネマン坪条件はドラを使って2,3,4 の視野ですよね。まあそしたらドラもいらないんで、うん、そっか。これもまた結果的になんですけど、はい、加藤さんはドラポンさせた方がいいですよね、松井さんに。はい、まあ多分そうそう自分から上がらないでしょって思うし、うん、山本さんは追い込めるんですよドラポンで。はい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 、そうそういけないんで、加藤さんはブンブンいけるし山本さんは行きづらくなるんで。そんなんでもじゃあ松井さんが持ってるって言ってくださいよ。そうそう、分かんないんで打てないんですよなかなか。ちょっと噛み合ってないんですよね。で進みました、いいシャンテン。ちょっと形悪くなっちゃいました、ね、嘘切ったんでね、はい、リャンソー切った方が良かったよねこれ。もしね三品かリャンソーかな。これさんはそうですね、満直か羽満つものも2着で、はい、これもドラ切れないですからね。なんか羽つも条件の人はそうですね、うん、高井さんですよね、はい、さあ3品が入った、はい、あ、これでどうしますか。ドラが泣けなくなっちゃった。でもできますよ、松井さん。パーワンはポンしなかった。まあもうリズムドラドラですよね。はい。もう来ちゃったら。単四三色ドラドラとか。おっと。どうします？どうしますか。先生、これはどうしたらいいですか。フリテン含みですね、嘘つき。一応ね、スアンコウとか見えるんですけど、メンタンピンギャンペイコも見えますね。まあ、フリテン含みなんで、リアンスを切るっていう手は十分あるとっていうことですね。そうか、嘘切ってますもんね。チーピンドラヒョウなんですよね。なるほど。もういろいろ悩ましいです。なんかもういろいろ難しい。ない、もう悩ましいです。僕は馬切っちゃいますけど、僕は一緒かな、リャンソーかな、かリーチかな。もうこれリーチですか。ダマテン、ちょっとドラヒョウとね、ドラヒョウとスーソーのシャンプー、スーソー1枚飛んでますしね。スーソーのシャンパンちょっと着づらくなってきます。山本ツアーにスーソーとチーピンのシャンポンで展望状況的にはリーチしたいんですよね。難しいですね。ただ待ちが悪すぎるか。いくらなんでもやっぱりロピンやパーピン引いた時は痛すぎるんでね。これはなんだなんだ。いや、いいシャンテン、いいシャンテンですけど、なんか、まあ、ドラ切りたくないから、まあ、リャンペースーピンっていうイメージですか。いったんいきますね。やっぱいっときたいですね、これ、うん、スーソーチーピンのシャンポンでやっぱ押さえつけたいです。マギリリーチに行きました、はい、これでこっから加藤さんもそうそうテンパったら行くけど、いや、パーピンキューピン打てないでしょ、さすがに打てないんで、ただ何が打てるということが嘘だけ。嘘は現物、あと目つぶって EPP だね。そうですね、目つぶって EPP は全然あると思いますけど、うん、手は崩してないし、他はちょっと切れないでしょ多分。ウソぐらいしかないですね。もうウソ抜くかイピン行くかどっちかじゃないですか、うん、まあ、一回頑張ってイピンイピンはありますね。一発はないですからね。そうなんですね。さあウソだ、ウソにしましょうか、このルールは。一応まだいいシャンテンっていうことは連チャンの可能性が高くなる、うん、どうすんだろうこれ。差し子いいシャンテン、差し子いいシャンテン、はい、パピだ、よした、さすが高い。ポンはない、したポンはしない。高井くんの声とかいいですね、はい、うん、そうですよ、もうやっぱり自分の都合でいいんですよね。自分の都合でいいと思いますよ、はい、ね、自分の都合で、まあ、上がれそうな手が入ったらね、マンガン直撃チャンスですもんね、はい、そういうことです。ハネマンツボチャンス、両方チャンスです、ええ、このルールの現実的にまくれる点差ってどれぐらい、ポイント差ってどれぐらいですか。ポイント差、まあ現実的の概念による判定1回、
よりますけど、イメージ30か40ぐらいですか。40ぐらいですか。40は積もった積もった、最後の1枚の GPS 積もりました。リーチ単位を積もすえ2000オールの積もり山に1枚しかなかったんですが、1枚あったら積もれます。これはまくりましたよね。まくりましたね。止めになりました。いかにも街が悪そうなリーチなんですけど、積もぎりリーチ、それを積もっちゃうんですから ね、どうしようもないですね。さあ、オーラスはまだまだ続きます。上がり止めありません。山本ツアー連チャンです。加藤さんが破滅も条件、高井くんが倍積も条件、加藤さんは、加藤さんが3500差、700、1300、1本足りない、800、1600、もしくは3900、あ、700、1300でいけますか。あ、そうか、予選かる、あ、そうですね、700、1300積も、もしくは3900で上がる。はい、めっちゃいい。山本さん、しかし、イーシャンテン、イーシャンテンか、これはイーシャンテンか。ペーオポン、ペーオポン、なるほど、シャーチャ、シャーチャですね。加藤はシャーチャ、電話聞いていませんが、シャーがドイツ、誰かシャー切ってくれるでしょっていうことですか。まあまあそれはありますし、いやー、ただ別に加藤さんに上がられて終わりたいわけじゃないですからね。あ、まあ、まあ最悪の最悪、それを最悪の最悪であって、最悪それを選択することはできるんで、ね、高井さん、ハイパイでドラ3枚やりました。3枚切りますよ。シャンテ難を抑えちゃいました。これはきついです。シャアはしかも誰も持ってないの。あ、まあ本一前年ですよね。本一前年700、1300ぐらいにはなるでしょっていう。まあシャアは泣けたら十分後に3900。はい、高井がドラさん、ただどうバイマン作る。ツアーの意味はちょっとこのオーラスが終わったら説明していただきましょう。ちょっと一旦オーラスがドキドキするんで見させてください。だった。これは3000、6000ぐらいまで作れたらいいんじゃないですか。まくらい切れなくてもしょうがないですね。素点で多少開きがありますけど、そんな40以内で。あ、リーチだ。山本ツアーリーチがありました。リーチはマジリーチピン複数万だと。いいペコ、なんだこのリーチ怖いよ。これもだって30目ですよ。たまたこれ高井くんはどこまでも行く手なんで、はい、これは高井は追っかけますよね。追っかけますよね。追っかけたらもうしょうがないって追っかけますね。し、まあ、リーチも出たんで3000、6000で2着に落とせることはできるんで、山本ツアーを親かぶり、親かぶりで、うん、か、まあ直撃でもいいんで、最悪そうするっていう手は。なんだこれ、パワーかな、急速窒素。ちょっとこの状態で無筋は押せないですね。筋のパーマンですね、うん、まあ、リーチも出たんで1000点直撃でも OK、 OK なんですけど役ないですからね。まあシャーですね。今はね、今はね、ないですね。でシャーがここまで出ないのはまあないんですよね。多分みんな持ってないんですよ。あ、山にあるって、山に眠っちゃってるんで。そうです、あったら多分打ってくれると思うんですよね、シャーはね、うんうんうん、山本君に上がれるよりは加藤さんの方がマシなんで、ね、すまん。さあ、これは移送しましょうか。あ、切りましたね。切った。切ったってことは 5% だ。リーチピンフィペコ5800。はあ。高井さんもドラアンコでしたもんね。ドラアンコだからそうですね、移送って言ってもありましたけどね。いや、まあ一気通貫でリーズも ね、ね、ハネマン。ハネマン狙ったんで。バイマンまでは行きませんか。まあね、バイマンはちょっときついんですかね。行かないですか、ね、ハネマンですね。出上がりハネマンを狙いましたよね。はい、で、そういうことですね。それ、ハネチョコは変わるんで、はい、このツアーから上がればっていう、自分の都合だと、まあ、ズを払うのが一番伊達も見えますね、まあ、っていうことですよね。羽根直を狙いに行った、はい、山本ツアーのエヴァンが終わりません。ドラはチーマンです。まあ加藤さん2000、4000ですか、これで。そうですね、加藤さん2000、4000条件になりました。2000ランク。さあ、注目は加藤さん。そうですね、今後は2着バラバラすぎて国士だ。おじさんは国士ですか。まあそうですよ、こういう展望条件にとってはむしろありがたいハイパイ。そうですね、はい、お父さんが2000、4000はちょっとつらいが、イメージは16段には OK か。 OK ですね、大丈夫ですね。じゃあリーズもチートの可能性もある。なるほど、こういう時だけ裏ドラ作りたい。さあ、ドラ引いた。ドラ引いたらリーズも単用ドラ1なども見えてくる。はい、ここまで来たらね、もう山本も、はい、加点しに来ますかね。か、加点しに来ますからね。しに来るけど、まあ諦めやすくもあるし難しいです。これでは伏せちゃうんですか、このハンちゃん。いや、伏せないでいいんじゃないですか。もう加藤さんにまくられても相当、いや、まあ、いや、最悪まくられても別にね。
流局確定だったら伏せると思いますよ、さすがに。あ、そういう場合の、ね、そういう時は絶対伏せるんですけど、テンパってて流局した時は多分伏せると思いますが、さあこれリズムチートでもいいんですが、もつさん最強戦予選から覚醒していますね。昨日も連勝で通過ということなので、あいつは手がいい、手がいいか、手がいいが2戦4戦でも3着になれない。チートいつになっちゃうかな、これドラ1枚やるのはしたくないですけどね。ドラ、ドラを引いた加藤さん2戦4戦難しいですね。まあチートイドラドラが一番近いですけど難しいですよね、チートイドラドラって。からさあドラを切った、まあ、今国士にドラはいらない。逆に自分の持ってる牌明かした方が加藤さんのに頑張れますからね。あ、テンパイ取らず、テンパイ取らず。さあここでじゃあドラを合わせますか、合わせない、合わせない。おう、もう降りるんですか。じゃあやっぱりまあ見逃しもちょっとケアしてます、うん、それますからね。まあ多分大丈夫なんですけど、大体大丈夫なんですけど、うん、多分やる気のない本質ですよね、うんうんうん、も相当もそろそろやめてもおかしくない、はい、やめますよね、うん、ちょっとさあチンチョイツ、チンロウトウ、チンロウトウ。チンロートですね、うん、何が残ってます。 E1 は残る、ない、ないけど、まあ、ポンできる可能性はゼロではない、ない、いや、まあまあそうなんですけど。夢を潰さないでください。はい、え、あ、まあ、これは国士、これは国士、これも国士ね、はい、9万切って、はい、加藤さんのチートイツも進みません、はい、あれ、まあまあまあできてきて、ただやる気はない、はい、あ、さあ進んだ、これは熱い、熱いが、もう自敗切ってた方がいいですよね、やっぱね、自敗の枚数読めないですもんね、はい、国士がいるので、うん、もうセンスですからね、一人麻雀ですからね、もはや、うん、あれは今のドラ重なりは、はい、でかいですね、一気にやる気出る、シャーだ、このチートイツの一人マージャン難しすぎますけどね。三ピンとチーピンなんですよね、今残ってるのが。馬強が全く当てにならない状況でのチートイツ。三ピンが今場に2枚切れ。来た。さあどっちだ。チーピンで山にすごく残ってました。あれ三ピン短期を選択。しない。あれ出上がり。山側は意味ないんで。六四直の方がいいんです。あ、え、山本直か、そうか、山本直か、山本直は3ピンの方があり得るんですよね。なるほど、っていうことですね。3ピンで今、ラス1の3ピンは山本ツアーが掴みました、掴みました、はい、これ大丈夫でしょうか。可能性はあるんですよ、ありますね。たださすがにもう加藤さんの現物しか切らない、うん、いくらなんでも。さあ帰るか、まあ、あとはだから積も上がりですね、パーマン、まあ、2枚切れなら、まあ、3ピンするか。まあ、ドラがチーワンだとね、パワーはちょっと厳しいですね。あとは通る、はい、これ手詰まった、手詰まらないんじゃないですか、手詰まらないですか。残りあと積も番は1回ずつ、パーソーが現物あるんですよね。あー、そうですね、現物があるんで、さすがに現物切ると思いますが、なんか他の2人がアクションを起こしてくれたら、まあ大体無理ですけど、はい、うん、ローソンフリテンダー、そうですね、はい、現物ありますからね。はい。ですよね。はい。はい、はい、これが背景です。はい、流局山本さんは伏せて、はい、加藤さんの一人テンパイです。あらまあ。三ピン掴んだよってなりますよね。掴んだけども、はい。ないよ。まあ、通ったらだいぶ昔ですからね。はい、ということで、ね、二班ジャムが終了いたしまして、はい、トップから山本、加藤、松井、高井の並びで終了いたしました、はい、山本ツアーが2連勝、はい、強い。あ、
それで1回攻めと着順一緒になっちゃったってこと？いや、そうですね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 、あら、まあまあもう加藤さんがどこまで追い上げれるかだけなんで、これで30、38、50ポイント差ぐらいか。え、加藤さんで50ポイント50弱じゃないですか。50弱、まあ、50弱だと現実的に40って言ってたんで、まあちょっと頑張れば、ちょっと厳しいけど、ちょっと頑張ればぐらいですか。決勝戦は特殊な状況になりやすいんですね。それでも、でね、松井さんや高井さんが、はい、親番まではね、はい、あれですけど、親番なくなった時はそう簡単に、まあ、トップ3着の3万点ちょいっていうイメージ、ね、まあ、十分作れる条件ですね、はい、はい。そしてね、さっきね、コメントであったんですけど、ツアー選手とは何だというのか。あ、ツアー選手っていうのはですね、まあ、マージャンレゴの場合は認定プロが、いるんですけども、うん、まあ、いきなり認定プロになれるわけではなくて、まずは、ツアー試験というのを受けて、ツアー選手になってからそこで実績やら何やらいろいろ重ねていって、で、認められると認定プロに昇格するというシステムになっておりまして、いわゆるツアー選手というのは、まあ、分かりやすく言うと見習いですね。見習い、なるほど、ありがとうございます。そういうことです、はい、分かってもらえましたか。麻生さんかわいい、もうコメントばっかり、麻生さん普通よりかわいい、普通よりちょっと可愛い普通よりちょっとそれでも嬉しい、ここ嬉しい、それでも嬉しい、嬉しい、はい、見習い期間が、うん、非常に長い段階、はい、うん、5年、5年、平均5年ぐらいなんですか。ん、平均はもっと長いんじゃないですかね。割とスイス行った方ですね、清水さんはね、はい、清水プロが5年だったんですか。5年ちょいだけど、多分試験まで受けたら結構長いよね試験されなかった、うん、いやだから決して短くはないんだよね、だからね、普通の人から見るとね、はい、はい、じゃあ、はい、はい、ということでですね、はい、3半チャン目に移る前に条件確認とありますので、しばらく CM をご覧になって少々お待ちください。ジャンナビリーチスモ、プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ、あいまん